こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主がリサイクルショップで買ってきたゲームの動作確認をするぜ。前回の続きね。ああ、前回はなぜか3本中1本しか動作確認できなかったからな。いや、1本に時間かけすぎるからでしょうに。もっと時間うまく使いなさいよ。そんなこと言ったってしょうがないじゃないか。いや、えなり。それにほら、日々生活してると動画作りにばっかり時間使えないしね。ああ、宿題せずに毎日動画作りたい。いや、似たもんか。いい大人が誰に影響されてるのよ。別に大人が子供に影響受けたっていいじゃないか。いや、いいけれども。それにほら、登録者数と再生回数考えたら、うぷ主の方がはるかに格下だし。別にそれは関係ないんじゃ。この世界は登録者数と再生回数が全ての超実力社会なんやで。いや、それだけじゃないと思うけど。てか、うぷ主の場合、ただ働きたくないだけでしょ。それは毎度毎度誰かさんがわーわーうるさいですが、時間がもったいないので、そろそろ残り2本の動作確認に入りたいと思います。いや、うるさいのはあんたでしょ。てことで、まずはメガドライブのストームロードから。起動は問題ないな。なんか妖芸っぽい雰囲気ね。あ、前回言い忘れちゃったけど、思いっきり妖芸です。もともとはコモドール64か何かのゲームで、それのメガドライブへの移植作品らしいです。へえ、そうなのね。あ、けど軽く調べただけだから間違ってたらごめんだぜ。とりあえず難易度はノーマルが最低難易度みたいなので、ノーマルで始めてまいります。ショットは通常の弾が放物線を描いて飛んでいき、溜め打ちは剣になって直線に飛んでくみたいだな。ステージは全10ステージで、各ステージには妖精が閉じ込められていて、妖精をすべて救出するとステージクリアになるみたいです。ステージ上には色々なアイテムが落ちてるんだけど、一度に一つしか持てないので、アイテムを取る順番もちゃんと考えないといけないみたいです。今鍵取ったわね。ちなみにライフ制ではなく、一撃死の残機制で制限時間もあります。制限時間はこの太陽のマークが徐々に月のマークになっていき、完全に月のマークに変わったら残機が残っていても、その時点でゲームオーバーとなります。制限時間もあるとなると、ちょっと焦るわね。ああ、考えてる暇あんまないな。あと、コンティニューもあるんだけど、有限で5回までしかできないみたいです。コンティニューすると失敗したステージの初めから再開となります。なんかここまで説明聞いただけでもなかなか難しそうね。ああ、説明書あるからとりあえずなんとかプレイできそうだけど、これ説明書なかったらまず何していいかわかんないな。あ、やられた。うん、まさかの崩れる足場で、しかもその下にちゃんと敵が配置されているというね。ちなみに残機があるうちはその場で復活します。残機性っていうか、残機がライフ代わりみたいな感じなのね。そんな感じみたいだな。そしてとりあえず妖精さん1匹救出です。妖精の数え方って引きでいいのかしら。そんなの知りません。じゃあ1人2人。エルフとかそういういかにも人型っぽいのなら一人二人でいい気がするけど、こういうピクシーっていうのかしら、はまたちょっと違う気が。じゃあ一妖精二妖精で。いや、それもどうかと思うけど。じゃあ死でいいやろが。それもそうね。てか、なんかさっきから鳥に運ばれてるみたいだけど。ああ、あの鳥はレイザルブって言って、ドクロのマークが書いてある石みたいなプラットフォームの上に乗ると決まった場所に移動させてくれるみたいです。そうなのね。あ、またやられた。うん、基本中に浮いてる足場は崩れるもんだと思っといた方が良さそうだな。ここにも妖精さんいるけど、なんか蜂みたいなのが邪魔で救出できなそうね。それはこの通り、蜂蜜を他のアイテムと置き換えれば、蜂蜜に蜂が群がってくるので、その後に救出できます。へえ、なんかほんとパズル要素が強いのね。ああ、順番ミスると積んだりするみたいだから、結構頭使わないといけないな。そうなのね。いや、何言ったり来たりしてるのよ。長い人生一度や二度くらい迷うことだってあるだろうが。いや、それはまた話が違うでしょうに。まあ初見プレイなんだから、多少もたつくのは仕方ないだろ。いや、それにしたってもたつきすぎでしょ。いや、このレイザブルって鳥さん、ちょっとでもプラットフォームの上に乗るとすぐ運んでくれちゃうんだもん。運ばれないためにはちゃんと飛び越えないといけないってことね。そういうことだな。さて、ようやく鳥地獄から抜け出せたので進みます。いや、何よ鳥地獄って。
お、なんかゴブリンみたいなのいるな。雰囲気はなかなかいい感じよね。ああ、見た目は魔界村っぽくていい感じだな。ウプ主 2D のホラーアクション好きだしね。ああ。お、今度はガーゴイルかな。結構いっぱい出てくるわね。そうだな。いや何やってるのよ。いやーなんか山みたいな奴が邪魔でうまく弾撃てなかったっす。お、また妖精さん救出できたわね。残りあと2匹になったな。また蜂がいるわね。ああ、また蜂蜜探さないとだな。お、あったあった。戻らないの？ちょっと奥も見ておこうかなと。はいはい、ここでハチさんのところにあった鍵を使うわけね。まだ奥行くのね。うん、行き止まりだったな。さてではさっきのハチのところに戻ります。ねえねえ、なんだ？ふと思ったんだけど、パッケージのイラストとキャラ違いすぎやしませんかね。ほんとだ。いやすぐ気づくでしょうに。どうやら説明書によるとこれがストームロードの素顔らしいです。鍛え上げられた肉体、磨き抜かれた魔力を武器に戦うみたいです。いや戦う時になぜ鎧着ないのか、危な。あ、うん、この魔法使いみたいなじいさんなかなか厄介だな。何してるのよ。蜂蜜持ってきたもののどうやって他のアイテムと置き換えればいいのか考えてます。ジャンプしてその青い傘みたいなのと置き換えるんじゃない？うん、それで合ってたな。しかし今度は蜂が下に来すぎて通れなくなったな。どうするのよ。こういう時は一度画面をスクロールさせると蜂の位置が上にずれて通れるようになると説明書に書いてありました。で、時間切れか。そういえば制限時間あったのよね。ああ、すっかり忘れてたぜ。さすがにこのまま終わるのは悔しいのでもう少し頑張ります。ってことで2回目チャレンジしたんだけど、またもクリアできませんでした。ダメじゃない？で今度こそと思い三度挑戦するも、また時間切れでした。いや全然クリアできないじゃない。いやー結構制限時間シビアだぜ。で4度目にしてようやくステージ1をクリアできた時の映像がこちらです。時間かかったけどとりあえずなんとかクリアできたのね。ああ、せっかくなのでクリアできたプレイを通してみてみます。まずはスタートしてすぐの左側に鍵があるのでそれを取りました。で、さっき取った鍵で扉を開けます。ここでレイザルブに運んでもらい最初の妖精を救出します。救出したらすぐさま戻ります。最初に比べるとだいぶテンポ良くなってるわね。ああ、なんせ一番の敵は時間だからな。で、お次は蜂蜜を取ります。間違えた青い傘が先です。微妙にタイムロスね。まあこれくらいは大丈夫だぜ。で、またレイザルブに運んでもらい。毒の雨が降っているところをさっき取った青い傘で防ぎつつ進みます。この青いのは毒の雨なのね。ああ、傘なしでこれに当たると一気失います。なんかドラゴンみたいなの飛んできたわね。ああ、一瞬当たったかと思ったけど大丈夫だったな。で、2匹目の妖精救出です。ってことで戻ります。ああ、うん、さっきはがっつりぶつかって大丈夫だったのに今度はちょっとかすっただけでやられたな。ちょっと当たり判定がわかりづらいわね。そうだな。まあまだ残機あるから問題ないぜ。ってことでまた運んでもらいます。今度こそさっきの蜂蜜を取ります。で、蜂蜜と鍵を置き換えて蜂を移動させます。
ここは最初からできてたし余裕よね。そうだな。ってことで3匹目の妖精救出です。次はこのまま右に進みます。このガーゴイルみたいなの結構厄介ね。そうだな。ここでさっき蜂蜜と交換で取った鍵を使って4匹目の妖精を救出します。そしてそのままレイザルグに運んでもらいます。残りあと1匹ね。ここで蜂蜜を取ります。さっき取った蜂蜜を傘と置き換えます。あれ、蜂の位置ずれ直さないの？ああ、何度かやってみてそのままでも通れるっぽかったのでそのまま通過します。お、でも一応画面スクロールさせたら蜂が上に移動したわね。そうだな。で傘と交換で鍵を取ったのでそれを持ったまま進みます。あ、うん、あんな一瞬で足場消えたら反応できないっす。まあでもあと3機あるから。ここにドアあるけどこれはおそらくダミーです。ここで鍵使っちゃうと詰むわけね。ああ、まあ試してないから多分だけど。でこの扉を鍵で開けて最後の妖精救出です。なんかいきなりボーナスレベルって出て場面切り替わったわね。ステージクリア後にボーナスステージになるみたいだな。説明書によると妖精20体以上助けると残機が1機増えるみたいです。今体って言ったわよね。だって説明書に体って書いてあったんだもん。永年どうせ数え方なんて人が決めたもんなんだから永年そもそも妖精なんて空想上の生き物なんだから好きに数えたら永年もし妖精さんが本当に存在して私たちの数え方の単位は体じゃないとダメよって言ったら常に体って数えるけどそうじゃなければ何でもええやろが働きたくない。うるさいわね。何勝手に追い詰められてるのよ。しかも最後関係ないし。まあとにかくこのゲームでの妖精さんの単位は体らしいです。お、終わったみたいだな。20体以上助けられたから残機増えるのね。ああ増えたな。ってことでなんとかステージ1はクリアできました。ステージ1だけでも結構手間取ったわね。ああ、順番が分かっちゃえばそこまでじゃなかったけど分かるまではちょっと大変だったな。ちなみにここまでだいたい20分ちょっとかかってます。結構やり直した割には時間いってない気もするわね。まあ制限時間あるからな。そういえばプレイしてみた感じはどうだったのよ。ああ、確かに頭使わないといけないから難しいは難しいんだけど、操作性は悪くないし雰囲気もいい感じなので個人的には結構楽しかったです。派手さはないけど何回もチャレンジして少しずつ進んでいけるようになるタイプのアクションゲームが好きな人なら楽しめるんじゃないかな。なるほどね。まあ最初のステージしかクリアしてないからこの後のことはわかんないけどな。ってことはこのステージでやられたのね。そういうことです。さてではこれはこの辺にしておいて次のソフトに参ります。次はサターンのリアルサウンド風のリグレットの動作確認なんだけど、これ BGM 流すのダメっぽいです。まあ映像ないとほぼ CD の音流してるだけになっちゃうしね。ああ、なのでどんな感じで始まるのかっていうのと選択肢選ぶ部分の説明だけにします。ってことで問題なく起動しました。何も映ってないからちゃんと起動したのかちょっとわかりづらいわね。まあな。リアルサウンド風のリグレット、このソフトウェアは株式会社ワープがお届けします。本当に音声だけで進んでくのね。ああ、タイトル画面くらいはあるのかと思ってたけどどうやら本当に一切映像は出てこないみたいだな。でここで本来なら BGM が鳴ってるんだけどここからは音声カットしてます。スタートボタン押すとポンって感じで音が鳴って始まりました。流せないのが残念だけど映像がない分音が綺麗ね。そうだな。説明書にもテレビじゃなくて音質のいい CD プレイヤーやコンポにサターン繋いでプレイしてくれって書いてあるくらいだし、相当音にこだわって作られたゲームなんだろうな。ちなみに主な声の出演は俳優の柏原隆さん、菅野美穂さん、篠原涼子さんといった方々です。おお、豪華なメンバーね。基本はプレイヤーは何もせず物語を聞いてる感じなんだけど、今みたいにチャイムが鳴るとそれが選択肢を選ぶ合図で、
方向キーの左か右を押して選択肢を選んで A ボタンで決定するみたいです。よくわからないと思いますが選択肢選んでみます。ここは俺の家だよ。今左をしました。とにかく逃げよう。今右をしました。とにかく逃げよう。ここは俺の家だよ。なるほど、決定するまでは何度も選択肢聞けるのね。とにかく逃げよう。で、方向キーをした後 A ボタンを押すと、とにかく逃げよう。って感じで決定できます。基本は主人公と女の子の会話を聞いて要所要所で選択肢を選んでゲームが進行していくみたいです。なるほどね。ってことで一応選択肢を選ぶところまで動作確認できたので、ちょっと短いけどこれはここまでにしておきます。本当に動作確認程度になっちゃったわね。まあ映像ないし、あんまりストーリーネタバレするのもどうかと思ってたからこれでよかったのかもな。確かにこれは人のプレイ見て楽しむもんじゃなさそうね。ああ、申し訳ないけど気になる方は自分でプレイする方がいいんじゃないかと思います。まあどちらかというと安価で手に入りやすいソフトだしね。映像がないから好みが分かれるかもしれないけど、小説読むのが好きだったりサウンドノベル系のゲームが好きな人なら楽しめると思います。ウプ主は今回冒頭30分くらいしかプレイしなかったけど結構物語に引き込まれました。ウプ主的には楽しめそうな感じだったのね。ああ、マルチエンディングだから全部のエンディングを迎えるのは難しいけど、1回のプレイにかかる時間は4時間くらいらしいので動画にはしないけど一度くらいは通してプレイしておきたいと思いました。あとこのゲームはオートセーブなので途中でやめても続きからプレイできるみたいです。さすがに4時間続けてはなかなか厳しいからオートセーブはありがたいわね。そうだな。というわけで今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.